はいどうも一成です。ということでね、タイトルを見ていただいているので皆さん動画の内容わかると思うんですけども、本日の企画は福好き古着屋バイヤー6月の購入品紹介後編。はいということでね、前回の動画でも紹介したんですけども、実は今クオンのショールームで撮っております。まあね、ショールームって何やねんって感じだと思うんですけども、お店と違って完全予約制になっております。予約をしてもらわないとお店には来れないんですけども、どなたでもお店には来れる状態になってるんで、ぜひね皆さん予約してお店の方遊びに来てください。まあ、7月はねちょっともう募集が終わっていて、次8月の募集になるんですけども、インスタグラムの方で募集が開始されますので、ぜひチェックして応募してください。ちょっと話が脱線しちゃったんですけども、早速ね6月の購入品第5位から第1位を紹介していこうと思います。では行ってみよう。はいじゃあね、早速購入品紹介していきたいんですけども、5位から1位は結構今までにない商品がズバズバ出てくるんでね、ぜひ最後まで見てください。早速第5位から紹介していきます。第5位がこちらです。チコ軍のフルオーバーです。はい、まあ、これはね、今までの動画見てくださってる人は知ってると思うんですけども、仙台に、出張行った時に買った商品です。ユタさんっていう古着屋さんで買ったんですけども、まあ本当に至ってシンプルなチコ軍のフルオーバーシャツです。はい、まあ、特になんか特別な商品というよりもシンプルにねフルオーバーが好きでブラウンのトップス探してて買ったっていう商品ですね。でよく見るとね、まあ、ヘリンボーンとかになってるんで結構生地感もしっかりとしてて、フルオーバーだけどちゃんと着てるなっていう感じがあるというか、まあ普通にまあデザインが好きで買ったんですけど、まあ、そういうトップスになります。でこちらが、お値段8500円で購入しました。詳しく知りたいよって人は仙台購入品の動画をチェックしてみてください。では次に行きましょう。はい続いての第4位の紹介です。第4位がこちらです。ランジェンドのリバーシブルの T シャツです。はい、これ一見どこがリバーシブルやねんって感じだと思うんですけどもね、まあ、まず表面がこのエメラルドブルーのボーダー、ボーダーの T シャツになっていて、これね、まあ、ちらっと見えてるんですけど裏生地青なんですよね。まあ、なんで青やねんって感じだと思うんですけども、まあ、こんな感じで袖の中もね見ていただけると分かりづら青になってて、このねリバーシブルの T シャツってもともとミリタリーの、まあ、アイテムで存在したものらしくて、例えばですけど軍隊の練習の時にね紅白戦とか行う時にみんな同じ服着たままやったら誰がこうで誰が白やねんみたいなの分からなくなるんで、リバーシブルのね T シャツにしておいてチーム分けした後にすぐ裏返して着てチーム分けができるようにね、こういうリバーシブルの T シャツが生まれたらしいです。すごいですよね。まあ、これもね実際このボーダーの方と裏返したらこんな感じで真っ青のね感じになるんで、近い色やけどはっきりとねチーム分けができるんちゃうかっていう感じになってます。このリバーシブルのディティールもいいなっていうのはもちろんあったんでめちゃめちゃ重宝してます。はいでこれが、大阪のサルベージさんで購入しました。僕の大好きな大阪の古着屋さんですね。倉庫みたいな感じやけど綺麗に整ってて見やすくで、しかも安くていっぱいあるっていうお店なんで、ぜひ皆さん夏休みとかね大阪行く人とか大阪にもう住んでるよって人は行ってみてください。ちなみにこれは6000円で購入しました。はい、はい、続いて第3位の紹介なんですけども、3位マジでやばいです。はい3位がこちらイタリア製のアロハシャツです。はいこれはねまず購入したのは名古屋のスピーチさんっていう古着屋さんで、通販で購入しました。ストーリーでねこのツラ見た瞬間にめっちゃええやんと思って、まあ、とりあえずさっき電話してたの取られたらやばいって、ね、電話して、まあ、そのままサイズだけ聞いて合ってたんで購入しました。これね何がやばいってね、まあ、もちろんこのツラもやばいんですけども、オールコットンなのにねA4みたいな生地感になってて、これコットンで表現できるんやっていうところがねすごいいいなと思いました。まあ、あとねつなぎ目のところとかね見てもらえると分かると思うんですけども、これ製品にしてからねおそらく染めてるんですよね。染めてるかブリーチしてるかもちょっと分からないんですけど、すごいねこのどうやって作ったのかが分からないというか、となかなか難しそうなシャツになってます。若干ね透け感もあってオープンカラーにもなっててね夏らしさもあるんで、本当にこれは買ってよかった1枚かなと思います。ピーチ栄店さんで1万円ほどで購入させていただきました。ちなみにこのアロハシャツ使ったスタイリングはこんな感じになってます。全体的にね青ベースで整えてあげて、チャラそうというか悪そうなねアロハシャツなんですけども、ちょっと小汚い感じのデニムと合わせてあげて、まあ、全体的にね、まあ、そこまでヤクザっぽくならないようにというかタフさもね含めつつのスタイリングに仕上げてみました。はいでは続いて第2位の紹介していきます。第2位もね僕にしてはすごい珍しい買い物かもしれないです。では第2位がここちらです。ピンクのパンツなんですけども、オーラリーのものです。オーラリーね、最近それこそ YouTube こうやってしっかり載せるようになってからはあんまり買ってるイメージないと思うんですけど、実はもともとドメムラ好きなタイプだったんでオーラリーもちらほら買ってたんですけど、その中でね、その頃だったら絶対買わなかったピンクです。で、コットンパンツになります。でになってるんで、夏でも全然履きやすいというか、むしろ夏用じゃねぐらい感覚で着れるパンツになっております。ピンクなんですけどね、もう本当に画面に映ってる通りで、若干ラベンダーっぽさもある感じで、メンズでも全然着やすいかなっていうボトムスですね。でイージーパンツ仕様になってるんで、紐で縛れるんでかなり履き心地もいいです。若干シワになりがちなところがネックなんですけど、それはそれでお手入れすればいいだけの話なんで、これはすごい買ってよかったなと思います。でこちらは、セカストで購入しました。セカストはね、ポンタ会員になっていれば全国どこの商品もね、近くのセカストに取り寄せて試着ができるっていうのがあるんで、これオンラインで見つけて家の近くの、ね、セカストに取り寄せて試着して購入したっていう感じですね。でこちらはお値段1万円ほどで購入しました。6月の購入品、第1位を発表したいんですけども、第1位はね、カジュアルな商品が好きな僕にしてはこれが一番、珍しいというか面白いかなと思います。ではね、第1位はこちらです。今着てるんですけども、こちらノーティカと AOR のコラボジャケットになります。AOR って何やねんって話なんですけども、ノーティカは皆さんご存知だと思うんですけども、フリックスストアが本国のね、ノーティカの名前を借りて、もともとポパイのスタイリストをしていた長谷川清さんをディレクションにね、招いてやってるブランドなんですけども、そこから出してる AOR さんはまた別のね、代々木上原かあの辺りにあるレコードショップ屋さんなんです。そことそのノーティカがタッグを組んで作ったジャケットっていう感じですね。生地感がね、トーマス・メイソンとかのシャツにありそうな生地なんで、結構ねしっかりしてるけど柔らかい生地で、かつね、このシャツっぽいのにテーラードジャケットの形がなってる。ちょっと今画面では映りきらないんですけど、こんな感じのねシャツになってる。これマジでいいですね。夏もやっぱりちょっとテーラードジャケット着たいなとかあるじゃないですか。そういう時にリネンのジャケット着るとかすごいいいんですけど、コットンだけど全然着れるような生地感で作られてて、本当にシャツ感覚でジャケットが着れるんで、すごい重宝してます。でボタンもね、この白色のボタンになってるんで、結構デザインとしても映えてくれるんでめっちゃ可愛いですね。でここもね、肩にねちょっと刺繍がノーティカのして、結構ね細部もねこだわられてるジャケットになっております。これはねフリックスストア渋谷店で購入しました。でお値段が2万5,000円ほどでした。結構高かったんですけど、流行り廃りもないジャケットなんで、これから長くねちゃんと手入れして着ていこうと思います。ちなみにこのジャケット使ったスタイリングがこんな感じになっております。このジャケットに関してはやっぱ長袖で夏に着てるっていうのもあるんで、ショーツと合わせたいなっていうところがあったんで、ショーツを持ってきて、でインナーにね、今着てるようなこのプリントの T シャツなんですけど、無地でもよかったんですけど、ちょっとねジャケットの隙間からのぞかしてあげてカジュアルに寄せたいなと思って着てみました。足元はサロモンにして、足元の色をちょっと統一してあげたっていう感じですね。ジャケットが外しの色になってるっていうスタイリングになっております。いかがだったでしょうかということでね、これで6月の購入品が全て紹介し終わりました。まずね、じゃあ5位から1位の総額なんですけども、総額がこちら 59,500 円ということで、今までの回に比べると5位1位の中ではかなり控えめな方かなっていう数字にはなるんですけども、前回の10位から6位とガッチャンコしてみますと、合計金額がこちらです。 93,500 円ということで、10万今回は超えなかったんでよしかなと思いつつも、今回紹介してない、ね、商品がちらほらあったんで、それ含めると10万は超えてたのかなっていうところで、未だにちょっとよく抑えれてないなっていうところが垣間見えますね。でも本当に今月に関してはかなり今まで以上に満足いく買い物ができたかなと思ってますんで、それこそね、夏になってもあまり半袖買わないタイプなんで、秋冬とね長く着れる服が多いんで、これからの季節もさらに楽しみかなと思っております。じゃあね、今回の動画少しでもいいなと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。インスタグラムはほぼ毎日更新してますんで、概要欄からぜひチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。